面白くて笑っちゃったけど全然間に合ってない、はい、全然間に合ってません。まだ口の中動いてますけど今回のシチュエーションはですね、はい、運動会です、うん、それではメールを紹介していきましょう。はい、こちらクラスメートネームミシャさんですね。ありがとうございます前がムシャムシャしてて何さんミシャさんミシャさんミシャさんムシャミ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 シャカシさんベシさんカヤちゃんだんだんどうもだんだんどうも。秋といえば運動会ということで、うん、食欲の秋も含めてかっこ笑い、うん、はい、内容のセリフを考えてみました。お、いきますよ。これやですね、読んでる途中に店員さん入ってきたら、うん、本当はあ、今、はい、礼拝召喚ねえねえ、君は何の種目に参加するの？俺はね、パン食い競争に参加するんだ。これってパンをたくさん食べた人が1位なんだよね。食べるだけでいいなんてすっごく幸せな種目だよね。え、違うの？はい、以上。はい、かわいいですねこれ。そうだね、すごいかわいいですねこれ。いや、パン食い競争ってさ、確かに字面だけ見たらそうなるよね。いや、だからそういうルールの学校もあるかもしれませんよあれマジで？パン食い競争、うん、誰が一番早く食べるかとか、うん、誰が一番多く食べられるかだ、別にね、うん、そのパンを食べた後に走るとは書いてないですから。まあそうだよね、パン食いなんかこう 100m 走とかじゃないですからパン食い競争はあくまでパンを食う競争ですからそう、なるほどね、うん、まあ、これナイルらしくて非常に可愛い感じで、うん、いいでしょうか。はい、はい、次いきますよ。はい、寿司ガールさんですおっと、炭水化物な感じですね。いらっしゃい。今月の聖杯召喚のテーマは運動会ということでぜひ北斗の聖杯を引き抜いてほしいと思い投稿しました。はい、シチュエーションは競技の始まる前の会話です。はい、店員さん来ないかな。聖杯なんでゆっくりなんだよ。召喚怪我をした奴の代わりにパン食い競争に出てほしい。なんで俺がそんな競技に出なきゃ。え、お前パン食い競争の係なのか？だからゴールテープのところにいるって。それなら出てもいいかもしれないな。グラッタグラッタグラッタなんだよ、ちょっとカツって言ったからな。来るかと思って、こうベシ分かりにくそうでいいな俺完全に異常じゃん、うん、そうだね、この食卓で 俺の体からあんな声がしてたパン食べろみたいな感じだもんね。いいか肉食えよって話ですなんかでもこれ お題っていうかさ、うん、パン食い競争多いね。多いね。だから別にテーマはパン食い競争じゃないですもんね運動会なのに。まあでも運動会、まあでも確かにパン食い競争ってネタにはしやすいかもしれないけど、うん、パン食い競争ってやったことある？なんかね、普通の学校の運動会だとないかな。ないよね。なんかあの、うん、地域の父兄とかも一緒にやるやつとかだと、なんかあの粉の中から飴すくい出すやつとかあるじゃん。あるね、あの顔真っ白なやつでしょ。そう、うんうん、あとあの自転車のタイヤのゴムの部分がないやつを棒でくるーってやるとか。あ、はい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 、ピンポン玉をお玉で運ぶやつとか。あったね、あったね、うん、あ、確かにそういうのもあったかもしれない。そういう方でね、地域のやつは、うん、学校のスペースであんま食べ物って難しいのかもしれないですね。あ、まあ今にいるのあるからね。なるほどね。はい、じゃあ続いていきましょう。来るなら今ですよ飲み用のクラスメートネーム